さあ、今回もハードオフオフハウス本庄店さんにやってきました。ということでね、今回もお買い物していきたいと思います。イエーイ。さあ、ということでね、これから入店していきたいと思います。入店。一応なんかアルコール消毒あったんでしてます。まあ別にしない時もあるんだけど。さあ今回はね、この動画ではまずオフハウスから見ていこうかなと思ってますね。まあ、いつも大体ね、このハードオフオフハウスに来る時の流れ的な感じで見ていくんだけど、まあまずオフハウスのここ。1個110円、値段がない商品、こういうのね、1個110円なんだけど、5個まとめて買うと330円になるよっていうコーナーです。結構ね、こういうミニぬいぐるみとか多くて楽しいんだよね。あとガチャガチャとか入ってて、このね、あのドキンちゃんとかね、アンパンマン系のシリーズあったんだよ、バイキンマンとか。ちょっとね、毛が傷んでるんだよね。まあだからこのコーナーに入れられたのかなっていう。まあオフハウス版のジャンクコーナーとでも言おうかね。どうなんだろう。でね、ちいかわもいたんですよ。ちいかわシリーズのぬいぐるみ、これちっちゃいやつね。これとかも100円とかでも安いと思うんだけど、でもちょっとね、ホコリとかついてたからなんだけど、まあ別に買った人が綺麗にすれば綺麗になるレベルじゃないかなと思いました。お、ティガーだ。結構古いプライズっぽいね。このちいかわのぬいぐるみとかは普通にいいと思いますけどね。これはヒプノシスマイクか。あで、鬼滅とかも多いね。で、謎のクマさんとかね。百均のぬいぐるみとかも結構あるかな。この頭が離れてる系の。これ、このシリーズちょっと流行ったよね。こういうのが流行る時期あるもんな。こういうのとかもね、結構アミューズメント景品のぬいぐるみとかで、まあ、ノンキャラみたいなやつ。ノーキャラクターみたいなね。のもありますね。これとかもちょっと毛が傷んでる感じするのかな。やっぱね、ミニぬいぐるみのコーナー楽しいですよ。あと、ミニぬいぐるみね。あ、モルカーだ。集めやすいしね。家に置いとくとか、コレクションするっていう意味でも、あの、おっきいぬいぐるみは、そうそうね、いっぱい買えるもんじゃないっていう、家に置いとけるもんじゃないから、ちっちゃいぬいぐるみが本当はね、価値高いと思うんですけどね。でも安売りされちゃうっていうね。まあ、UFO キャッチャーでもちっちゃい方が、まあ、取りやすいのも多いし、そうだね。韓国アイドルのぬいぐるみとか、あと YouTuber のぬいぐるみとかも最近ありますね。早くね、僕もぬいぐるみ化してほしいですよ。お、コップとかもね、この5個330円のコーナーに入ってるんだね。で、こっち側もみんなね、5個で330円のコーナーですね。こういうガチャガチャのフィギュアとかあるんで、こういうのがやっぱり一番いいのかなと。こういうね、これも1回200円するガチャですね。カプセルプラレールのトーマスのシリーズ。パーシーかな、今のは。あ、ドラゴンボール一番くじの、まあ、外れ賞だね。こういうのはまあ、売られがちだけど、まあ、でも1個66円で買えると思えば、まあ、くじはね、700、800円しますからね。まあ、安いのかな。まあ、外れ賞だけどね。あ、これとかいいと思いますよね。古いプライズのキーホルダーで、犬夜叉の剣がね、光るっていうね、蓄光キーホルダーですね。これいいと思うよ。普通に1個で330円ぐらいの価値あると思う。あ、またドラゴンボール。同じ人が売ったのかな、まとめて。外れそうはいらないや、つってます。しかもボード系ね、コレクションするのにも場所取るからね。僕も結構ボード系とか、あとクリアファイル、結構困りますよ。お、他にもくじの外れ賞系が結構あるね。お、これは、あー、プレイステーションの一番くじがあったんだ。一等プレステ5とか当たればいいけど、そういうのはないよね。これとかワンピースの一番くじだね。ワンピースドラゴンボールはいっぱい出てるからね。あとヒロアカも最近結構出てるかな。今度ヒロアカなんかラッシュありますよね。結構出るんだよね。お、スパイダーマンのアニメのやつか。誰かが多分額に入れたんだろうな。それをそのまま売ったっていうね。で、そのままここに入れられたっていうね。そういうなんか、物にも歴史があるっていう、そういうのを考えるのも楽しい。
お、東方神起の、これは生写真みたいなもんかな。とかミニ写真みたいな。まあ、カードとも違うのかな。のセットですね。ポストカードかな。お、これは、ああ、アクセサリートレイになるんだ。すごい。これ結構いいかも。まあ、保険屋さんでもらえたやつかもだけどね。で、これとかちょっとなんかルフィ古いイメージあるけど、ちょっと古い系の商品かもしれない。ワンピースも歴史長いからね、僕がちっちゃい頃から普通にやってるからね。何これ、耳かきか。いつまでも元気でって書いてある。長寿耳かき。耳かき。で、鬼滅の刃のくじの、まあ、外れそうだけど、これは割といいと思うけどね。ミニフィギュアじゃん、言っちゃえば。何これ、NASA かと思ったら、サス。何これ。NASA っぽい、なんか、キーホルダーなのかな。なんだこれ。なんか、かわいい。口めっちゃ開けてるっていうね。クリアファイルとかもやっぱ多いっすよね。しかも1個66円でもなかなか売れないよね。クリアファイルって多分。売れるのかな？どうなんだろう。これも東方神起だね。キーホルダー。まあ、やっぱね、未開封のガチャガチャとかがこういうとこに入ってれば結構当たりなんだけどね。あとはやっぱミニぬいぐるみで欲しいのがあれば当たりかな。こっちの方まで全部ね、330円5個でのコーナーですね。お、これは、あーなんか、だるまのキティちゃんかな。だるまとコラボしたのかな。ここね、あの、本庄店って言って、埼玉県の一番北の方の店舗なので、群馬県と隣接してる市町村なんですよ、その場所が。だから、群馬ちゃんとか、群馬県のアイテム、まあ、だるまとか、もあることが多いですね。あとは、近くの町のふっかちゃん、深谷のね、今、渋沢栄一で有名な深谷。のふっかちゃんのぬいぐるみとかもよくあります。お、なにこれ、プラモコーナーに今来ましたね。プラモコーナーはね、なんか僕的にちょっと高いなってイメージ結構あるんだけど、どうなんだろうね。でもこんだけ売ってるってことはそれだけ売れるんだろうね。なかなか最近プラモとかね作らないからあんまり見ないんだけどね普段。あとガンダムに疎いっていうのも見ない理由になりますね、僕的には。あ、これはスパイダーマンのスマホケースっていうか、まあ iPhone ケースかな。ね、これいいのもね、出来はいいんだけど自分のスマホに合わなきゃ意味ないっていうね。あ、こういうなんか中国のメーカーが出してるのかな、こういうフィギュア。トレフィー的な感じでブラインドボックスで売ってますよね。1個1600円ぐらいするのかな、定価。で、中身わかんないっていうね。お、完成済みプラモ。こういうのいいけどね。ウルトラマン。でっかいアイアンマンとかいるし、このショーケース結構見ると面白いですね。ホットトイズとかもあったり。で、SIC のシリーズ、キカイダーですね。これ定価見たら定価よりも安く売ってた結局。だからまあ値上がってはないのかな、SIC のこのキカイダーはね。で、大好きなフィギュアコーナーですね。お、これはトランクス880円ですね。そう、今回なぜかね、このにゃんこ先生、夏目友人帳の、のアイテムがね、いろんなコーナーにいっぱいあったから、多分ファンがまとめて売ったんだと思う。このルフィ割と最近のやつかな。さっきのクジのやつね、A 賞。ほら、にゃんこ先生、こっちにもいる。にゃんこ大先生だっけ、なんだっけ。あ、違う、それはあれか、別か。夏目友人帳もね、ちょっと見たんだよ、僕。熊本で見ました。お、これドラゴンボール Z の頃のやつかな。あの、バーコードバトラーみたいなやつだよね、多分。スーパーバーコードウォーズっていうのかな。お、ナッパとリクーム。似てるけど全然違うっていうね。あ、ワンピース。まあ、ワンピースのフィギュアもね、ものによっては本当500円以下で買えるものもまああるんですけど。これご飯かな？未来ご飯かな？あ、18号だ。クリリンと結婚するっていうね。クリリンやる。あ、呪術廻戦はね、ものによるんですよね、今。逆に五条悟とか値上がってるんだけど、
これね、釘先のバラさんみたいなキャラはちょっと安いかな。330円だから本当に底値になってる感じだよね。で、ウーブね。これドラゴンボールのキャラクターで、そんなに出てこない。まあ、GT で最後出てくるのかな。最後っていうか、ちょっと出てくるのかな。まあ、Z の最終話で出てくるんだよね。で、ここがね、箱なしフィギュアのコーナーで、まあ、悟空とかもいましたね。こういうとこ見るの楽しい。はい、ということで今回の動画も以上になります。チャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次回。バイバーイ。